まあ、そういった中でゲームを進めていきます。さあ両チームの選手たちが味の素スタジアムのピッチに登場してきました。大きな歓声に乗ってのクラブの選手たちの入場になります。さあこれがつながった右サイドに展開をしていって中川からのこのボール、中村穂高が入っていてマイナスのボールでオリビアがターンをしてのシュートきた。開始早々5分先制点ディエゴ・オリベイラ。ここディエゴ・オリベイラが起点を作って、まあ、しっかりつないだところでうまく中川が幅を取りながら、まあ、いい位置を受けて斜めのランニングでハーフセベースからポケットを使ってこのマイナスの折り返しを、この反転してからの左足のフィニッシュ非常に冷静でしたし、まあ、背中ゴールに対して向けていますから、まあ、ゴールの位置ってなかなか把握しきあのするの難しいですけど、やはりこういったところはストライカーのこう空間認知というところのうまさというのは感じましたね。一旦左サイドの展開、さあ仕掛けていく田原積田持っていってエリアの中入っていって面白い、ここはキーパーのセーブになります。手足があります。ここは三田が狙っていった、こぼれている、フリーだ、ナイスキーパー、完全にフリーでしたユーリララ。ここはビッグセーブです、オビク。まあ、この三田の非常にこうグランダの速いボールの、そうですね、こぼれが中村穂高に当たってコースが変わって、まあ、ユーリララがもう少しこう置きどころがよく、エンリケ・トルビザンからのボールです。田原積田バングラガンデ、繋いでいきますが狙っている、中川が飛んでゴール、相手が繋いでこようとしたところをしっかりと高い位置からのプレス、ポジションを内側に取り始めたこと、そして相手のそのビルドアップの次の予測に対して、まあ、ギアを上げたことですよね、まあ、そして岩竹の背中からしっかり、まあ、気配を消しながら前でボールを収めて、まあ、あとはその長井の鼻先を浮かすというところの、まあ、奪い方、そして最後のフィニッシュワークのアイデア、まあ、中川らしさが存分に出た、まあ、この FC 東京移籍後、長谷川ここでのクロス、さあセカンドボール拾って坂本縦に行ってマイナス、シュート、ポストだ、スオビック触ってポストですか、まだあります、坂本が浮かしていく、そしてこのヘッドで山根とはから中へのボール当たらない、何かやられたっていうわけではなくて、まあ、チームメイトのことを見てっていうところの、まあ、抗議だと思いますけど、ただここの坂本のまあ、切り返しからの小川へのクロスは非常に冷静でしたし、小川もうまく合わせましたけど、足元早いタイミングで入れていきます。こぼれ球、小川幸喜、足元右サイド展開、ここはスルーをして中村から中へのボール、面白い、あオンゴールだ、フィアボールがマイナスになってゴールの中へ1点返します。が収めて、まあ、この橋本が大外の中村拓海をよく見えてましたね。あとはこの、まあ、クロスのスピード、そして入れたコースが非常に良かったですから、まあ、木本からすると、まあ、クリアするのは非常に難しい体勢にはなりましたからね、最終的に、まあ、オープンになりましたけど、まあ、いうところになりますし、まあ、前半その右サイドいい形で連携取れていましたから、中川にボールが入る、中川からディエゴ・オリベイラシュート、いきなり後半立ち降りてきました、小川幸喜です。ここでノーファールでボールを奪いました、長友が運んでいって、さあ田原積田中に入っていってシュート、ナイスキーパー、惜しいシーンでした、まあ、こういったところの距離のシュートのうまさというのは森重持ってますからね。ディエゴ・オリベイラから、そして小泉、長友が右上がっている、塚川も手を上げながらエリアの中に入っていきます。長友仕掛けてのクロス、ニアヘディングきた、ディエゴ・オリベイラ今日自身2得、まあ、ここの守備のはめ方からしっかりこう奪い切って、まあ、このサイドを作ってしっかり長友がまずここですよね、インテージ仕掛けて少し外して、まあ、ニアサイドをしっかり塚川がポジションを取ったことで遠川が少し引っ張られた、そして中央のスペース空いたところにディエゴ・オリがポジションを取って冷静に合わせましたから、しっかりチームとしてチームの攻撃の形を作った形での追加点になりましたね。あ、これは狙っていた三田から縦パス、こぼれ球、長谷川、そして小川幸喜、流れて山下のシュート、もう一度小川のシューター、ディフレクトがナイスキーパー、
タイミングずらされましたけれども、ソービック書き出しました。まあ、ここで小川に入ったところで少しこうリフレートがあった中でこのメートルからのフィニッシュになりましたから、まあ、ソービックからすると非常にこう体勢整三田がここで触って、ちょっと岩竹のところちょっと引っかかってしまいました。中川はアダユー飛んだ、アダユー飛ん、ナイスキーパー、長いのセーブです。まあ、非常にこう丁寧にスピードのボールでしたがね、ここで左足に止めたことでここのクロスですが、ブロックは小泉、そしてここで長い笛が吹かれました。公式戦ここ3試合勝利がなかった FC 東京、アウェー3連戦は